あのでかいやつだ。兄貴は一体どこに行っちまったんだろう。こういう役回りはいっつも俺かよ。見張りは一人か。何かいい方法は。俺と別れてすぐ捕まったってことは、あいつら博士と会ってないな。ということは、警察への連絡もまだか。くそ、今から博士のところへ行って呼んでもらうんじゃ間に合うかどうか。どうする。いや、今はとにかくあいつらを助けねえと。まずはフレンドランドに行って、ランディと犬笛を借りてこねえと。お姉さん、こんにちは。あら、いらっしゃい。ねえお姉さん、犬笛って面白い形してるね。そうね、普通の笛とは違うからね。ちょっと見せてくれない？いいわよ、はい。お姉さんには悪いけど、今は一刻を争う時。この笛ちょっと借りるね。緊急事態なんだ。え？あ、ちょっと。後で必ず返すから。さて、この笛を吹けばランディが来るはずだけど。よしよしよし、いい子だランディ。さて、急がねえと。この方法は一度しか使えねえ。仲間を呼ばれちまったらアウトだ。あの男が一人でいるうちにタイミングよくやらないとな。ここで得た手がかりをもとに推理するか。アスレチック広場にはせり出した土手があったな。新たな設備でも作る予定でもあるのかな。確かあの辺り結構起伏が激しかったな。子供だったら身を隠すことができるかも。タイヤを転がして扉を壊そうなんて元太らしいな。けどこのアイデアは何かに使えるかもしれねえぞ。あの男が一人でいるうちにタイミングよくやらないとな。ここで得た手がかりをもとに推理するか。
黒蛇団の男の一人は動物が嫌いなんだ。そいつに犬をけしかければ奴はその場を離れるだろう。その隙に元太たちを助け出すことができるな。倉庫の前には見張りが一人しかいなかったな。あいつさえ何とかすれば。せり出した土手からタイヤを転がせば、俺たち子供でもタイヤに勢いをつけることができるはずだ。そしてそれを奴らにぶつければ。動物嫌いなあの男にランディをけしかけている間に、ゲンタたちを倉庫から助け出して逃げ切ったところで犬笛を吹けば、ランディも無事に逃げられるはずだ。待ってろよみんな、今助けてやるからな。もう一人の男はまだ帰ってきてないみたいだな。よし、ランディ、ダッシュ。ビビったぜ。あいつピストル持ってんだもんな。すっごく怖かった。いいえ、僕はそんなに怖くありませんでしたよ。灰原さんがみんなをずっと励ましていてくれましたからね。そうそう、それに灰原が江戸川君は絶対助けに来るわって言ってたからよ。私コナン君を信じてたもん。みんなそう信じるしかなかったのよ、江戸川君。そうか、悪かったな、怖い目に遭わせちまって。とにかくみんな無事でよかった。もう大丈夫だ。サンキュー灰原、お前が一緒にいてくれてよかったよ。私も信じてたわよ、探偵さん。灰原。ところでコナン君、この犬どこから連れてきたんですか？あ、いっけ、飼育係のお姉さんに犬ベトランディを返してこねえと。とりあえずフレンドランドへ行こう。
ははぁ、こってり絞られた。お姉さんすっげえ怒ってたな。そりゃあんな借り方したら怒られますよ。ま、コナン君は意外と不器用だから仕方なかったんでしょうけど。ところで、謎は解けたのかしら？ん、ああ、大体な。あ、やっぱり一人で謎解きやってたんだな。ずるいですよ、コナン君。また抜け駆けですか？それで、何か見つかったの？お宝か？だから、さっきも言っただろ。ここから先は危険なんだ。お前たちを捕まえた奴らは、まだこの辺りに潜んでいるはずだ。うろちょろしてっと、またとっ捕まるぞ。いいな。今度こそ、おめえらはアガサ博士のところに行くんだ。そして警察に連絡するよう頼む。エラには言わなかったか。あの手品師のじいさんの孫が奴らに捕まってるんだ。約束の時間、アトラクション施設が閉園する午後8時までにじいさんが隠したものを見つけて奴らに渡さないと。その子の命が危ないんだ。そんな事件が起きてたんですか？その子、大丈夫かな？お前たちだって、やつらに顔を知られてる。だから、万が一に備えて安全なところへ。でもよ、コナン、俺たち少年探偵団だろ？そうですよ。こういう時、みんなで知恵を出し合って事件を解決しましょうよ。私、その子を助けてあげたい。さっきの私たちみたいに怖い思いをしてるよ。コナン君。コナン。コナン君、お願い。その代わり、俺の言うことを聞いて、絶対無茶はするなよ。了解。江戸川君、目暮警部に連絡した方が良さそうね。博士のところには私が行くわ。ああ、頼んだぜ、灰原。時間がねえ。早く全ての謎を解かねえと。ここで得た手がかりをもとに推理するか。ライオン像は移転作業中だ。ユウヤ君を誘拐した奴らから聞いた情報では、受け渡し場所はアスレチック広場で、時間は午後8時だったな。ユウヤ君を誘拐した奴らから聞いた情報では、せり出した土手からタイヤを転がせば、俺たち子供でもタイヤに勢いをつけることができるはずだ。そしてそれを奴らにぶつければ。